皆さんこんにちは、アンキロン TV です。お久しぶりですね。なかなかちょっと、動画が撮れる時間がなくてですね、ちょっと、空いてしまったんですが、今日はですね、掘り出しをねいくつかしていきたいというふうに思います。はい、まずメスからですね、DG系、1の1ラインですね。最終 14.5 からですね、マットに移しました。マットに移した時の体重を、測り忘れましたということです。はい、ね、まあ浮かしてるでしょうということで、まあ、ほとんどマットに移して、もう1週間もしないうちにですね、8日が始まってたんで、ね、もうほぼ、浮かしてるかなっていう感じですね。まあ、大体もう浮かが始まっていると思うんですけど、ちょっとなかなか掘り出すのがなくて、一部勝手にですね、自力ハッチっていうんですかもう勝手に出てきちゃってるのが何とか言って、暴れてましたけどね。はい、これまあ最終が、14点いくつですが、まあ、それちょっと、禁止ねで入れた時の、体重ですね。でその後、まあ、マットに移してるんで、まあ、ちょっとけど形はいいですね。なかなかこれいいし、はい、ね、まあ超太いわけでもないんですけども、まあ、全体的に、形状はいいのかなっていう感じの、ね、頭も結構でかいですね。はい、一応計測じゃん、51.52 ぐらいあるかな。ちょっと浮かしてこれ結構間もないのかな、ちょっとお腹がまだ赤いかなっていう感じですね。51.9 ですかね。はい、よいしょ。ちょっともう、ね、入れてっちゃおうかなと思ってます。11.9、日付はね、今日の日付にします。28日ですね。はい、まあ、DG ですね。はい、次が、次も DG で2の1ですね。これはちょっと期待してたんですよね。これ18、最終18で、もしかしたら、不戦してるかなっていう心配もあるんですけど、ででかい。もう頭をね見た瞬間ね、あ、やっぱ不全してるわ。あー、もったいないな。これ結構あるなありますね、結構でかいな。微妙、羽がまあ使え、ここまであるとね、やっぱちょっと使いたいですよね。結構でかい、これはね、もう頭見た瞬間ね、でかいなーっていう感じしました。固まってますね。もう惜しいな。ちょっと上の方でね、蓋の近くで、59ぐらいあるのかな。58.5 ですね。もうちょっとあるな、もうちょっとあるな。うん、58.5 ですね。58.5 ですね。でかい。もったいない。しかもこれね。まあこんな感じで、ね、お尻のところは問題ないんですけど。もったいないな。まあ、ここまで来るとね、
なかなかね完全な形で羽化できないのかなっていう感じだったら元気はすごいですね、はい、まあしょうがないですね、そんなもんですよね。時事192-3、2なんで849からの、今はなきもう849ですね。849はもうちょっと星になってしまったんで、去年ねブリードした後に星になってました、はい、もうお疲れ様でしたって感じですね。まあ代々、私 の, あのブリードのねあの基盤と基本となってくれた個体なんでね、はい、まあやっぱり川西なんで、まあどれも結構顎は太いですね。これはまあジジイ、これはねそんな大きくないね、 52.52 ぐらいかな、 51.8 51.8 ですで、メス最後はですね、これ、森田さんからの、ね、里子です、はい、最終 18g、多分これはね、羽化して、間もないかな、なっていうのはあったんですけども、お、いいサイズですね。なかなかこれもいいですね。ね、まだちょっとお尻がまだ収まってないな。やっぱりまだ浮かして、ちょっと間もないのかな。なかなかいい形状ですね。これもね。はい、頭はねそんな大きくないですね。まだ前胸がまあ、オスでいうとやっぱり前胸がこうゴボッと出てるような感じになるんですかね、オスだとしたらね。メス顎太いですね。顎結構ありますね。いるかな、ね、顎割とありますね、はい、まあ、サイズもね結構いいかもしれない、はい、57ですね、57です、はい、ね、57いいですね、ちょっとここにねシワが少しあるかなっていう感じですけど、ね、57、はい、これはちょっとあの仮計測ですね、こっちはね。まだ、お尻が若干まだ収まりがね、甘いんで、浮かびだけね、記入しております。現時点で 57. 点、ちょっとあったんで、まあ57から56.5 ぐらいで収まってくれればいいかなっていう感じですね。はい。まあ、メスは、まあ多分こう、オスはね、まあ、みんなちっちゃいですけど、まあメスはまあちょこちょこ、大きいのも出てきてくれてるかなっていう感じがします。はい。